デボラ・ハリーは、アメリカ合衆国出身の女性ミュージシャン、シンガーソングライター、女優。デビー・ハリーの名でも知られ、同国のロックバンドである、ブロンディのボーカルを務めている。ブロンドと赤い唇が特徴。ブロンディ活動初期フロリダ州マイアミに、アンジェラ・トリングルとして生まれた。生後3ヶ月で、ニュージャージー州放送に住むリチャード・ハリーと、キャサリン・ハリー夫妻のもとへ、養子に出された。 ハリー夫妻は土産屋を営んでおり、アンジェラの名前はデボラン・ハリーとなった。1963年に放送音高校を卒業し、1965年に同州ハケッツタウンにあるセンテナリー大学を卒業した。1960年代後半にニューヨークに移住。BBC ラジオに秘書として1年勤務。その後、ナイトクラブ。 マクシズ・カンザスシティではエイトレスをしたり、ユニオンシティのディスコでゴーゴーダンサーをしたり、プレイボーイのバニーガールをしたりして、生計を立てた。フォークグループ、ウィンド・イン・ザ・ウィローズのバックシンガーを経て、1970年代初頭に3人組のガールグループ、スティレット・オーズに参加。そのバックバンドのメンバーだったクリス・スタインらと共に1974年、ブロンディを結成。バンドは、 成功を収め、デボラ自身も自らの唇に保険がかけられるほどの人気を得る。バンドが成功を収めた後は、ソロ活動も活発化させる。5枚のソロアルバムを発表。1983年、デイビッド・クローネンバーグ監督のビデオドロームに出演。以後、女優都市の活動も並行して行う。1997年にはブロンディを再結成させた。 ありがとうございます。